ねえねえ、敬礼してる？諦めてない？見て見て、ヒルアベのクッションはソフトだから長時間履いても楽々でも綺麗、明日から楽ヒル。わあ、これもこれもこれもヒルアベ。ヒルズアベニュー、お願いします。明日から楽ヒル。ここが重要なんですよ。こういう状況、はい、こういう角度とか。ここまで近づけたっていうのが、はい、特別なことなので、やっぱりここだよね。分かる。女性のようにこうなっちゃうと許けないじゃない。ね、だけどこういう風にこう、あのアールヌーボーの見えてるっていうのがとても重要なの。これはこれでこうやって私が手で持たない方が綺麗かもわかんないよね。こうやって持っちゃうと、はい、なんかこのムービーの場合は美しいけど、ちょっと美しさが半減するような気もするよね。スチールだと。ムービーは以上になります。ありがとうございました。ヒルズアベニュー、楽して綺麗だから2足おすすめです。色違い。そうですね、正面からもう本当にカメラさんから全てが一流で気持ちよかったですね。特に演出が透明感の中に私がこう表現させていただくっていうことがとても嬉しかったですね。透明感っていうのはとてもこう見てて、やっぱり人に何かをこう与えるときにメッセージ性としてはすごいとても重要なことじゃないかな。濁ってないっていうことがなんか気持ちよかったですね。そうですね、私は開発者ではなくてね、こういう理想の靴があったらすごいいいのにって思うことがたくさんあったんです。私ももう50代手前ぐらいからヒールがあんなに高いヒール、大体16センチ以上は履いてましたんでね。そんな私が50過ぎた時に少しずつ気がつくとね、ヒールを諦めかけてたことがあったんですよ。そういう私の体験談の中から、あ、なんかこう楽して綺麗な靴が履けるっていうことは、とてもそういう靴があったらいいなっていうところから開発が始まっていったような気がするんですよ。両方楽して綺麗なヒールって、じゃあどんなヒールがあるんだろうっていうのがとても開発者からすると大変だったんじゃないですかね。そんな時にウェッジソールだったら難しいかもわからないけど、なんか私たち履いてる側は楽なんじゃないかな、ピーヒールよりって思ったわけですよ。そんな中で、まあ、実際今回皆様にね、支援も通じてヒルズアベニューさんがメッセージしていく靴っていうのは8センチあるんです。ヒールが8センチのウェッジヒールが履いてて8センチに感じない、5センチぐらいにしか感じないっていうところが、もうまさに感覚的に楽っていうことの表れじゃないかなと思うんですよ。本当にヒール履いてるっていう感覚がすごい少ないんです。いろんな角度から見た時にどういう靴が綺麗なんだろう。ウェッジソールの場合はどこをシャープにしていかなきゃいけない、どこを R にしていかなきゃいけないんだろう、 R にした分どういう部分が大変になってくるんだろう、履く側はとかっていうところをですね、極めていくととっても難しかった。あ、綺麗になったって思って履くとちょっとこう揺らめいていくとかね、遅すぎて体重分散がしにくくなる、
ていうことがあったような気がするんです。それでその2つをクリアにしていくと、今度は繊細さが失われていくとかことがあったんですよ。開発者の、ね、方が絶対譲らなかったことが、まあ、いろんな意見を聞いたときに、ソールの部分ですよね、ソールのクッションの部分、クッションの部分の厚みがわっと見たときに、こんなに厚いんだって一瞬思っちゃったんです。だけどそこがよく考えられて、履くとウィッと沈んでいって、履いてる方々の足元を見てると、そんなにウェーブの厚いソールが入ってるっていう感覚には見えないんですよ。だったら、まあ、いいんじゃないかな。綺麗な靴でも、例えばもう1分履いてるだけでも、あ、想像がつくわけですよ。昼履いてると、あ、なんか30分後にはこうなっていくな、あ、もう1時間後には履けないなとか、このヒールだったら1日履いてますから、それがいいですね。私のこの体重で割と1日履いても疲れないということは、皆さん大丈夫だと思います。とてもいろんなところにこだわったんです。まず楽に感じられるか、1日履いても膝に負担が来てない感じに思えるか、それで8センチを履いてても8センチの負担が脳にいかないかとか、いろんなところが割とクリアになったんです。私履かせていただいて、そんな中でもっともっとソフトだったりとか、ソフトっていうのはグイッとこういうふうに、みんな普通に歩かないですかね、グイッとこうなった時にここの部分がソールの部分ですごく優しく感じたりとか、一番は、体重がこう全体にこう分散されていってるっていう感じがいいんじゃないでしょうか。そこが私たちが買った靴で履いた時にとても昼の場合重要なんです。膝と50過ぎてからやっぱり皆さん感じてるんじゃないでしょうか。そんな時にもうだんだんやっぱ諦めてくるんですよね。もうちょっとやっぱ無理だなって。それで挙句の果てに気がついた時には、楽な靴っていうと見た目どうっていうとやっぱ美しく見せてくれない、それに慣れていった自分もいたし、だけどもうちょっと全体のバランスをきれいに見せてくれる靴がないかなっていうところから始まったような気がしますね。それはそれは涙ぐらい大変だったんじゃないでしょうかね。本当に実感、私はあんまり実感することが自分の感覚でないと、やっぱり仕事としてなんか皆様にメッセージが届かないような気がするので、必ずお受けするときにはメッセージ性がしっかりできる、私が納得してできるものじゃないと絶対受けないようにしてるんですね。そんな中で皆さんに言いたいのは、一回履いていいと思ったときに、大体靴っていい靴っていうのは大体履き潰していくじゃないですか、一足をいくつ持ってても。だから私はいいと思った時に、じゃあ同じ靴を2足買って、ルーティンでねこうやって使い回ししていくのか、それか1足ベースの黒を持っといて、あと自分の綺麗だなと思う赤も綺麗だったんですよ。赤のエナメルもねすごい綺麗だった。1足ベーシックと、例えばもう1足は自分の好きな色、カラフルな色を買うか、組み合わせとしては1足と1足黒ベースのものを2足買うかっていう感覚で、なんか買いたくなる靴なんじゃないかなって思いますね。ありえなかったのかも分かんないけど、楽して綺麗、楽して綺麗な靴っていうのはあったと思うんです。だけど楽して綺麗なヒールっていうのはなかなかなかったような気がするんです。それも8センチという高さ、それが8センチに感じないヒールっていうところがとても重要だったんです。この8センチっていうのはとても女性が綺麗に見えていくヒールの高さじゃないかな。8センチって私5センチでも大変だったのにって思う方もですね、もう5センチぐらいにしか感じないので、ぜひ履いてほしいと思います。